つわぶきは、菊かつワブキ族に属する常緑多年層である。海岸近くの岩場などに生え、初頭に黄色い花を咲かせる。傭兵は食用になる。観賞用に庭園に植えられることもある。和名おつわぶきの由来は、つやはブキ、つまり、つやのある葉を持った吹きから転じたとする説のほか、厚葉ばぶ地方により、ツワ、石ぶき、つわんぽ、おかわす、おばなどとも呼ばれ。 沖縄方言では、チーパッパ、アマ方言では、ツバシャ、ツバ、宮古方言では、ツパパ、八重山方言では、チュブリングサと呼ばれる。現在の中国の標準名は、オークレカゼクサであるが、一葉蓮、カツケツ蓮、八角ガラス、金、ウなどの異名がある。台湾語では、コジキワン、または、山菊と呼ばれる。韓国語では、と呼ぶが、毛の生えた吹きを意味するが、 葉の裏に毛が多いことによる。朝鮮語では、と呼ぶが、馬のお宝庫を意味する。日本においては、ツワブキの花や、石吹は、初頭の季語とされている。島根県のツワノの地名は、ツワブキののが、由来となっているという。日本においては、本州の太平洋側では、福島県から、日本海側では、石川県から、西の地域及び、四国や九州及び、 南西諸島に分布し、日本国外では、朝鮮半島及び移領島、チェジュ島などの当初や中国東南部及び台湾に分布する。表面の艶が、潮風から本体を守るため、主に海岸沿いに多く自生し、岩の上や崖の上などに生える。その他、低地から山地の日陰などにも多い。日本では、観賞用に日本庭園などにもよく植えられている。 冬にも緑の葉が茂り、何年も枯れずによく生き残れる、常緑多年草。草丈はおよそ30から75センチメートルほどで、日陰がちのところを好む性質がある。土の下に短い茎があり、土の上には葉だけが出る。葉は、土の中の根から生える、根生葉で、葉心は、基部が大きく左右に張り出し、全体で円の形に近くなる腎臓型で、特有の香りがある。 葉の長さは4から15センチメートル、幅6.5から29センチメートルと大型で、濃い緑色をしており、葉芯は厚くて表面に艶がある。長い葉柄を持ち、葉柄は大きく切れ込んだ葉芯の中心につく。こうした持ち前は、同じ菊花の吹きとよく似ているが、吹きは秋になると葉が落ちる火力性の草であり、常に、 緑の葉をつけているツワブキとは別属の植物である。ツワブキの若葉は、はじめ内側に巻き、肺褐色の長毛が生えているが、後に無毛になる。葉の裏面に毛が多く生えている。花期は初頭から冬にかけて、葉の間を抜けて、家計を伸ばして高さ30から75センチメートルになり、その先端が枝分かれした三毛花樹をつけ、 直径5センチメートル前後の菊に似た黄色い登場花をややまばらに数個まとめて咲かせる。花の作りは外周に絶上花が並び、中心には密に環状花が集まっていて、どちらの花も結実する。実には褐色の感毛があり、風を受けて散布する。有毒なピロリジジンアルカロイドという物質を含んでいる。不入りの変種界ジャポーニカムアーゲンティアム。 花の少ない冬に開花するので、観賞用に栽培もされている。薬用には、下毒、肺脳、皮膚病を目的に、通常生薬を用いる。食用には、洋兵の皮を取り去って、茹でてよく水にさらし、苦味を取って調理される。日陰でもよく育つので、園芸植物として、日本庭園の石組焼きの根元などに好まれる。 台湾などでも園芸用に栽培されており、不入りの葉を持つものもある。園芸品種は、タスウーアリ、不入り葉や奇形用などがある。同族の貫通は武器との主観交雑種もあり、品種としては、薬の幻、薬姫などがある。栽培は、半日影や樹木下の弱光の場所がよく、株分けで繁殖させる。鹿児島県や沖縄県を中心に、西日本の一部地域では、 吹きと同じように洋兵を食用としており、特に、奄美大島などの奄美料理では演造した、骨付き豚肉と共に煮る、年越しの料理、うわんフネイやせうのぐに欠かせず、沖縄県でも、豚骨と共に煮物にして食べる。吹きを原料にした煮物、佃煮と同様に、キャラ吹キと呼ばれることもある。他に、炒め物や飴煮の、つば菓子にも使われる。ピロリジジンアルカロイドを含むため、 軽く湯がいて皮をむき、酢を少量加えた茹で煮直し、1日以上水にさらすなどのアク抜きが必要であり、吹きよりも準備に手間がかかる。鹿児島県などではアク抜きしたものが市場で売られており、またアク抜きした状態で冷凍保存し、後日調理して食べることもできる。韓国料理では煮物のほか、汁物、天ぷらにもされる。 三重県南伊勢町や高知県土佐清水市などでは、木枠にツワブキの葉を敷いて押し寿司であるツワ寿司が作られているが、葉そのものは食べない。広野によれば、ラットに肝がんを起こし、発がん性が疑われる。ピロリジジンアルカロイドによるものと考えられている。民間薬として、主に慶応を8から9月頃に採取して、天日乾燥したものを木薬とし、 電用も偽装や割れと称して、喉の腫れ、おでき、切り傷、打撲ややけどに用いる。喉の痛みには、栄養を乾燥したものを一日量三から五グラムを六百 c c の水に入れて煎じ、三回に分けて服用する用法が知られている。腫れ物、打撲、闘症、おでき、切り傷、やけどには醤用を火で炙って、柔らかくなったら揉んで患部に貼り、時々取り替えると脳が出て、 治癒に役立つと言われているまた魚の中毒食あたりにはサイト剤として商用の絞り汁を50 cc 以上飲むとされる中国語の我は菊亀宝鉱族の別の植物で主に下北の山間や沼地に分布する黄色い菊に似た花を長い茎の先に咲かせる点はツワブキと共通するが花が密集して咲き葉には 光沢がなく、同じ植物には見えない。中国での民間薬としての故障としては、石膏症、復建症などの連用も偽装がある。漢薬としては、と呼び、前層を干して刻み、煎じて、下熱、下毒薬、喉の痛み止めとして利用する。ありがとうございます。